久保さん、確かに逆足られば、逆足られば、結構僕も多いですね。やっといてよかったなっていう。まず、まあ、卓球ですかね。14年やってて、まあ、その、スポーツやってた時の、まあ、精神が、まあ、ビジネスでも生きたかなと思ってますし、まあ、普通じゃ耐えられないけど耐えられた。だから、10年耐えられたのも、だから結局、その、あのー、 会社に泊まり込みずっとして働くっていうのも結局その卓球をやってた日本一の高校にも行ってもうスパルタンでぶん殴られながらやってたっていうところもがあるから10年耐えたしでその10年耐えたから今があるしっていうだからまあなんかすごい、うん、なんだろうなだ階段を踏んできたかなっていうのは思いますよねだから今が楽なんですよ 逆に言うと、今が楽じゃない人って、過去に辛い思いをしていなかった。うん、だから、なんだろうな、大変なことも大変じゃなくなるんですよね。圧倒的にやってると、過去。だから、まあ、久保さんが言った通り、あの、本当にね、卓球って結構バカにやっぱされるんですよ。で、まあ、みんなね、本当に素人の人ってこういう感じで、なんか温泉卓球なわけですよ。まあ、正直、本当に100%負けないですね。 なんかその勝負して、ゼロゼロで勝負して、もし負けたら100万円払います、1億払います。負ける気しないです。この人たちに <laughs>、ね。もうボコボコにできます。それ、そのレベルだったら。ただ、本業でやってる人にはボコボコにされます。逆にね。だからこの基準ですよね。その温泉卓球の初心者の人には絶対負けない。練習してなくてもそこには負けないけども、っていうなんかその土台というかベースですよね。うん。 だからもう僕ね、逆にこの前、卓球の試合で、まあその予選リーグでね、まあその、なんかその、なんだろうな、あのちょっと年配のチームが2チームいたんですよ。で、そこには勝ったんですよね、3-0で。まあ団体で出たんですけど。で、その優勝したチームが、まあ、僕たちの予選リーグに入ってて、そこにはもう3-0でボコボコにやられたんですよ。で、そこ強いんですよね、チーム自体が。 だからまあ、ちゃんとまあ練習やってて、まあまあやってる、勝てなかったです。ボコボコ、だからボコボコにされて、なんかもう超悔しくなって、ちょっと、あのね、また久保さん、ちょっと僕やろうかなっていうね、最近思ってるんですよで。ちょっと用具もね、ネットで買ったりとかしてるんですけど。<laughs> ね、いや、ちょっとね、火がつきましたね。やっぱね、ボコボコにされると <laughs>、くそ、みたいな。いや、何もできなくて、もうサーブとかブチ切れて、何やこれ、みたいな。 なんか、何もできなくて、な多分現役だったら普通に勝てたんですよ。もちろん。大学生とかの現役の時だったら。でもその現役20年前なんで <laughs>。いやーなんかね、超悔しかったですね。火がついた感じがあります。ボコボコに。だから最後、まあ、なんかその予選リーグは3セットで 2, 2セット選手で勝ちなんですよ。で、決勝リーグ行くと、決勝トーナメント行くと、まあ5セットマッチ ま、3セット取ると勝ちなんですけど。まあ、その、2セット目ですよ。僕ね、1、2点しか取れなくて。何もできないですよね。歯がゆいっていうか、なんだこれみたいな。なんだこれみたいなね。レベルが違いすぎるぞ、みたいなね。でも、昔ね、昔やっぱ、その、やってたので、いや、もっとできるって言ってか、もっとできたんで、なんかその歯がゆさとボコボコにされて、 めっちゃムカついたというか、うわ、何なんだ俺みたいな。だかちょっとね、もうほんとね、ちょっと、本当卓球ちょっと火がつきましたね。そのボコボコにやられたことによって。ちょっと練習もちょっとしようかなと。思いますよ。まあそのうち卓球の動画もアップロードされるかもしれないですけどね。まあ卓球チャンネルもね、ちょっと熱いんで作ろうかなとは思ってるんですけど、ただね、まあ僕一人じゃちょっとできないので、卓球チャンネルに関しては。 なんでこれはちょっとご相談してなんかちょっとやるっていう感じですかね。うん。一人じゃちょっと二人いないとちょっと厳しい部分あるんで、最低でも。うん、まあま、とりあえず、なんだろうな。やっぱその今辛い人っていうのは、うん、圧倒的なその、なんだ、圧倒的ですよ。圧倒的な地獄だったりとか、圧倒的な辛さっていうのを、まあ、練習量とかね、その、例えば動画ね。 多分今動画、多分ですよ、久保さん。から、多分これ事実だと思うんですけど、今動画顔出し、動画一本しんどいですって言っている人いるじゃないですか。それって、多分過去にね、動画2万本とか1万本やってて、一本辛いですって多分ならないんですよ。どうですかね、久保さん。ただ1一本アップロードしんどいです。ああ、一本今日アップロードしたって思ってる人は、多分過去にそんだけやってないんですよね。でも僕と久保さんやってるので、一本鼻くそなんですよね。 だからこれだから楽に稼ぎたいんだったらもう,もうめちゃめちゃ圧倒的にやるっていうのが結構いいんじゃないですかね。だってめっちゃ楽ですよ。鼻くそですよ、本当に。うん。でも今一本なんか書くのしんどいっていうあの、な動画アップロードするしんどいっていう人は多分やってないからですよね、過去に。だネットビジネスがわかんないっていう人もやってないからですよね、圧倒的に。久保さんもね、圧倒的にやってね、アフリエイトに関してもね、結構ね、 オプトインとかもね、ランキング乗ったりとかね、全く初心者の状態がランキング乗るってまあまあすごいことですよ。ね、圧倒的にやったじゃないですか。だからもう余裕ですよね、結構。今やってなくて、ポッってやってもコピーかけるだろうし。うん。だからね、やっぱね、楽して稼ぎたいんだったら圧倒的にやるってことですね。はい。いってらっしゃい。